2023年の8月、スノーマンにとって過去最大級に忙しい夏になったのではないだろうか。テレビ、ラジオ、雑誌、ウェブといった各媒体の出演を振り返ってみると、ほぼ毎日誰かが出演しており、メンバーやグループの出演がなかったのは筆者が知る限りでは2日間のみ。9月6日発売のナインスシングル、ダンガーホリック、 に向けたプロモーションが佳境を迎えていることもあり、毎日どこかでスノーマン、あるいはメンバーの個人名が目に入る状況が作られている。7月クールのドラマ、トリリオンゲーム、TBS 系、で主演を務めるメグロレン、ウソコン、フジテレビ系、出演の渡辺翔太は、毎週のドラマ出演に加えドラマの番宣も兼ねた情報、バラエティ番組に多数登場。 さらに渡辺がアルビオンのスキンケアシリーズフラルネ、フラルーンの公式アンバサダーに就任、メグロが厚生敏感肌ケアキャンペーンの新 CM に起用されるなど、それぞれの活躍が認められた証とも言える個人の仕事が新たに追加された。渡辺に至っては美容に関する個人活動を目標の一つに掲げてきており、今後本ブランドのスキンケアシリーズの中核を担うアンバサダーに選ばれたというのは、 自ら美容やスキンケアに取り組む姿勢を発信し続けてきた努力の成果が実ったものと言えるだろう。各メンバーがソロ表紙を務める雑誌が店頭を賑わせるのもプロモーション期間の恒例となりつつあるが、渡辺が表紙を飾ったアナン2360号では肉体美も披露し大きな話題を呼んだ。グループのレギュラー番組、ソレスノーマンにやらせてください。ソレスの TBSK。 では、メンバー全員で東京ディズニーリゾートを満喫する2時間半スペシャル、向井浩二と目黒蓮がレギュラー出演する、冒険少年夏休み脱出島 SPTBSK では、向井が関西ジャニーズジュニア、時代からの中である室竜太とルタコジ、ペアとして脱出島企画に挑戦するなど、夏休みにふさわしい特別企画も放送された。岩本テルは恒星。 演出を手掛ける舞台、少年たち闇を突き抜けて、が10月に上演。ラウールは9月2日に開催される、マイナビ TGC2023AW への出演が控えており、8月の個人活動は控えめではあったものの、グループで出演した、ソレスノや、ザ少年クラブプレミアム、NHKBS プレミアムなどではしっかりとトークでも見せ場を作っていた。 安倍亮平はレギュラー出演中の今夜は謎トレ、フジテレビ系にゲスト出演した深沢達也と活躍を見せたほか、ドキュメンタリー番組僕たちは戦争を知らないテレビ朝日系に昨年に引き続き出演。個人で登場した各紙のインタビューでは、スノーマンのライブや音楽について丁寧に伝えるスポークスパーソンとしての役割を果たしていたのも印象的だ。 深沢も複数のバラエティ番組への出演、雑誌の単独表紙を飾った。さらには YouTube チャンネル、ジャニのチャンネル、にてへい。聖、ジャンプ山田涼介とカトゥーン中丸雄一にポケモンカードを指南するなど活躍の幅は多岐にわたる。ラビット簡単譜、TBSK に出演中の宮舘涼太、佐久間大介は同番組の特番などにも出演しつつ、 各自が様々な番組に出演した。特に宮舘は個人での出演が急増中で、スノーマンの新たなバラエティ担当としてメキメキ頭角を表している。そもそもスノーマンはなぜこんなにもメディア出演をするのか。先に触れたように、CD リリースや番組などのプロモーションであることは大前提ではあるが、それだけならば今の時代、YouTube や SNS など、 自らが持つプラットフォームでの発信に注力するという選択肢もある。しかし、全方位での活動を網羅しているのは、グループとして掲げる理想があるからこそだろう。そのヒントが岩本と佐久間が揃って出演した8月19日放送、土曜は何するフジテレビ系の中で語られていた。日帰りプラットリップのコーナーに出演した二人は、 今年5月から7月にかけて開催した初の4大ドームツアーを終えた後の心境の変化について語り合う。その中で佐久間は欲が出た、もっとライブの数を増やしたい。もっと大きいところでもやりたいといった目標を挙げた後、いろんな人にスノーマンを知ってもらいたいとより思ったね。国民的アイドルを目指したいね。欲を言えば個人名まで出てくるような。 俺たちの先輩には、そういった存在が数多くいて。そういうのが国民的アイドル。そうなりたいな、と熱い思いを口にした。国民的アイドル、という言葉は、これまでもメンバーたちがたびたび発言してきたもの。多様化が進み、国民全員が熱中するスターが生まれにくくなった現代において、国民的、を図る指標はこれまで以上に難しくなっている。 しかし、ここで語られたような誰もが個人までを認識し、応援したくなるグループの存在というのは、一つの指標となり得るだろう。そのためにも、少しでも多くの人の目に触れる機会、個人までも知ってもらうチャンスに貪欲であり続けるのではないだろうか。少し気は早いが、来年のデビュー5年目に向けてグループの追い風が止まぬことを願うばかりだ。